とアゴヒゲトカゲっていうトカゲを2週間預かることになりました。それでですね、かわいいかわいい動いてる、かわいいかわいいかわいいねかわいいじゃなくて、あの飼い主さんはこちらのね60センチスリム水槽でも大丈夫って言ってたんですけど、これは間違いなく狭いのでお家をね買ってあげようと思います。なんかこれもね、脱走するかもしれん、一応高さが、高さが30ぐらいかで、一応こうモルモットで使ってた木の板を上に乗せて、このシェルターも借りたんですけど、これぐらいじゃね持ち上げちゃうらしくて脱走しちゃうみたいなんですね。で、あとこれ、この爬虫類って結構体をね温めないといけないみたいで、こういった保温球が必要みたいなんですけど、これあちーってならないか、あちーってならないか。あとご飯もね、こちらをあげるそうです。だいぶ気持ち悪いですね、やっぱ狭そうだな。ということで、新しいもうちょっと広いお家を買ってあげたいと思います。かわいいね。体はね小さいんだけど尻尾が長いですね。何センチぐらいあるかな、30センチぐらいはあるんじゃないかな。上から見るとこんな感じです。で、ここで体を温める感じ。あ、まあまあ暖かいですね。で、あとここに UV ライトが入ってます。 UV ライト、これでね脱皮、太陽光代わりですね。ね、太陽できたね、太陽。荷物が届きました。めちゃでかい。早速開封していきます。もうちょっと待っててね、ごめんね、狭いね。すごい見てる。はい、ということでね、アゴシャンのためにいろいろ購入してみました。まあ一応ね2週間っていうことで2週間の仮住まいって感じですね。で、いろいろ調べたり聞いたりしたところ、ご飯は実家ではね、これジェックスのフトアゴブレンドフードスティック、これをねふやかすとねなんか食べるらしいんで、こちらを購入しました。これが848円、結構安いですね。で、次に買ったのがこちら、ジェックスエキゾテラのウォーターディッシュ M 水入れを購入いたしました。水はねなんかあんまり飲まないんだってで、あとこちら、これもジェックスエキゾテラコードレスデジタル温度計、これが1504円。なんか取り付けがねワイヤーにもかけれるし、中にもつけれるし外にもつけれるしってことで、こちらにしてみました。今日も段ボールゴミがいっぱい出るぞ。いや、部屋暑いな、今日暑いわ。今日お風呂日和だ、モルモットので。次に購入したのが、ちょっと重い、ちょっと待って、ビバリアウォールナッツサンド3キロ爬虫類トカゲリュクガメ用床材を購入しました。これが969円で、クルミ柄なんで少量なら食べても誤飲しても問題ないということで、こちらにいたしました。なんだかね、フトアゴさんは結構爪が長いからペットシーツも
ビリビリにしちゃうし、ヤシ柄もジメジメになっちゃうからあんまり良くないって書いてあって、どうしようかなって考えてて調べて、プロに聞いたところこれがおすすめだということでこちらにしてみました。あー、うそ、あ、マジかマジかちょっとマジかマジかマジか、え、割れてるマジか、マジかマジか、家が割れてる、なんで割れたの、どうして、なんで割れてんの、え、さっき割れてた割れてた、おお、ちょっと重い、マジか、水槽割れてる、マジか、なんで割れてんの、うっそ、なんで割れてんのなんで割れてるんすかね、マジかマジか、ちょっと今まで水槽チャームで買って割れてたとか初めてかも、マジか、どうしよう、マジか、なんで思いっきり真ん中からいってんじゃんこれ、マジか、でも確かに今まで入ってた水槽の中では一番梱包が甘かったかも、なえるわあ、そう、あとね、段ボールにいつも水槽入ってますっていうシールが入ってる、貼ってあるんだけどなかった、天地無用しか貼ってなかった、それだとね多分投げるんですよ、配送業者さんって結構投げたり雑に割と扱うんで、マジか、でも横が割れるってマジか、2年保証だけど、チェックスの2年保証だけどもうすでに割れてるっていう、マジか、めんどくさい、電話しなきゃじゃん、めんどくさい、やだ、ほんとやだ、あー最悪だよ、電話しよう、電話ありがとうございます、株式会社チャームでございます、せっかくお電話いただきましたが、え、ただいま間は受付時間外となっております、祝日だ、受付時間は平日は午前8時から、祝日で問い合わせできない、マジか、なく、なんかメールだったら24時間対応してくれるって書いてあったんでメールしてきます、待って、多分ねすぐ送ってくれると思うんだけど、明日仕事だわ、マジで困った、次の休み金曜日だよ、マジ困ったなんで割れてんのよあんた、もうメールしてきます、水槽割れてるとか、私 3,4 年チャーム愛用してるけど初めて、いやだってさ、これ天地無用しか貼ってないからね、そりゃ無理だって、ガラス入ってますよ、割れ物注意とかね貼らないと無理だよ、割れ物注意貼ってても割れるんだからさ、超忙しかったのか、いやまあ確かに忙しかったと思う、ハロウィンとかだし、まあとりあえず今メールチャームにね送ったんで早めに連絡来ることを祈ります、ごめん P さん、まだ家来ない、ごめん、申し訳ない。